証券女子です。さあ、今回なんですけども、J2 特集をやっていきたいと思うんですが、まあ、特集つっても、まあ、一試合だけないけどね。つか、なんかその、今回やっていくのが、まあ、かなりこの、昇格争い、やる上で重要な試合だったと思うんですよ。横浜 FC 対清水エスプレスですよね。この試合を徹底的にレビューしていこうじゃないかという感じです。まあ、他の試合もちょっと見てもよかったし、取り上げてもよかったと思ってるんですけども、まあ、ちょっとこの試合、一試合見ただけで、ちょっとお腹いっぱいになってしまったんで、まあ、この試合だけでいいかなという、いう感じですかね。まあね、清水エスパルスサポはね、もうなんかこの試合に6000人来たみたいな。ちょっと頭いかれてますし、ちょっと桁1個違わんかみたいなちょっと思ったけどね。すごくね、6000人ってちょっとわけわかんないけど、まあそれ近いとはいえな、それはこんな普通こんけど、まあ来たっていうことで、ちょっと、まあよく見てくれてますし、まあ負けた試合なんでどこまで見てくれるかわかりませんけど、じゃあなんでこの試合フリエは勝つことができたのかと、フリエは何が良くて、エスパルスってじゃあなんでこんなに結構な完敗だったと思うのね。じゃあなんで完敗してしまったのかみたいな話を、より戦術的に、な視点から、できればなという感じですかね。はい、じゃあこれが一応両チームの、布陣ですけれども、まあちょっと俺はね、まあ以前ちょっと動画で話したのが、その、清水が負けるとしたらば、どういった試合かと、まあ横浜 FC が、もうガチで清水対策してきて、ガチガチにハイプレスかけてきたらそれは負けるかなっていう話は、前回とかの動画でしてきたと思うんですけども、多分まさにそんな感じの試合だったと思うのね。で、めちゃくちゃレベルが、高かった。J2 とは思えないぐらいハイレベルだったっていうのは言っておこうかなと思います。これ両チームともですね。はい。清水も決して、パフォーマンス悪くなかったかなと俺は思っている。ただ、やっぱちょっと1個の差、ちょっとこうディテールの差っていうのはちょっと出たかなと思います。フリエ 3-4-3 でしたね。で、対して清水エスパルスは、4-4-2 と。で、清水はですね、この試合は右のサイドバックがスタートから原だったんで、で、原がいるということはね、いつでも3バックに変更できますという感じだったと思うから、これ多分、まあ、やっぱりそういった視点もあったと思いますね。うん、まあ、だから腹入れたってのは多分あったと思いますわ。うん、おそらくね。吉田豊を使わなかった理由は多分そこにあると思う。で、この試合ね、やっぱりね、まあ、ポイントというか、勝敗分けたポイントは、やっぱりフリエの守備ですよね。間違いなく。やっぱこの連度、精度、ほんと凄まじかったなと。思っていて、ここ素直にフリエがすごかったかなって思います。具体的にはどういうことかと言いますと、やっぱブロックとハイプレスの使い分けだよね。で、これはボードを使った方がわかりやすいんで、これで解説しますと、まあ、清水はね、4バック、清水黄色ね、フリエが青ですけども、清水4バックで、あとプラスダブルブランチってこのままこのビルドアップかけるわけですよ。はい。なんか、ちょっと具体的なこの可変とかはあんまりしないんですけども、これのままやってくると。で、ここに対してフリエはどういう守備してきたかって話なんよね。まず基本的に、センターフォワードの高橋。はい。高橋がうまく誘導するわけですよね。こっちとかこっちか、どっち来るかわかんないけど、こっち出たら、こっちのパスコースを、この高橋のパスコースを切って、ジェラニレーションのところ、合ってるよな。ジェラだよな。ジェラの方に誘導すると。で、ジェラのところに入ったら、こっち切ってるから、じゃあここに対しては、この右の、シャドウ、カプリーニかな、確かこの日は。カプリーニが行くと。うん。サイド、センターバックからこう、厳しめに行くっていう感じでしたよね。で、ウィングバックに対して出た、サイドバック入れたら、ウィングバックのこの、右のウィングバックのサイドが出る。山根とはかな。出て、このサイドハーフとかにはこうスライドしてきて、一個ずつこうずれていくという感じだったかなと思います。いや、逆サイドのウィングバックも多分絞ってきてるから、ここで4バック残ってるっていう感じだったんじゃないかなと。そう。で、ダブルバランチも、ダブルバランチを捕まえに行ったりとか、逆に、片方残って片方だけ近く行くみたいなこともやってたと思いますので、まあ、この辺の、まあ、連動性は、まあ、3-4-3のメリットでは、5-4-1か、5-4-1のメリットではあるのかなと、思いますね。でですね、あとは、まあ、もしボランチだったりですよね、このボランチの宮本、ないしは中山、中村がごめん、中村が降りて行った時の話ですよね。これもたまにやるんよ、清水はね。まあ、3バック加工して、ちょっとこう真ん中に人が多いというか、サイドにこの人1-1みたいな感じで残ってる時があるんですけど、こういう時には、基本的にはダブルボランチこう、で、現役するわけではなく、普通だったらこうついていくじゃん。ついていくことはせず、この3トップで3バックにこう、はめるという感じのやり方をしていて、片方残る片方2人でこっち見るみたいな感じだったんですよね。ここは開かないようにしてたという感じでしたか。だからこの辺のこの使い分けが非常に上手だったなっていう感じもあって、でもし例えばこれ毎回これやってるわけじゃなくて、毎回ねこの3トップではめれるわけではないんですけども、もしこのボランチがついていた時には絶対に片方が絞る
うん、シャドウゴッチが、まあ、こうでもいいし、こうでもいいんですけど、絶対片方絞って、常にこの真ん中は分厚くしておきましょうね、外に誘導しましょうねっていうこの守備を、もう徹底的にフリエをやっていたなというふうには思いました。ただ非常にね、硬い、いう感じだったよね。本当に。で、清水はもちろんこれ上手いんで、まあ、崩されることも、前進されることもあるわけですけども、その時にはもうがっつり引いて541でブロック組むという感じ。まあ、この、ね、で、バックパスとか横パスが出た時に一気にスプリントかけて、ラインを押し上げてみたいな感じ。まあ、非常に、スペースをこう潰すのが上手いというかね。失点やっぱこれ少ないの分かりましたよね。うん、清水でもそれは点取れないの分かりました、これなんか見てた。まあ、やっぱこう清水エスパルスは、結構まあディフェンスも含めて全選手にあんまりこう余裕がないような状況で、ボールを保持していたのかなというふうな感じでしたね。はい。で、あとはやっぱりこのフリエのすごいところっていうか強み、やっぱ圧倒的にセットプレーの質が高いというところですね。やっぱり、福森がね、今年からいるから、福森がいる以上、やっぱクオリティがね、もうボールの質が高すぎる。うん、先制のボールも、素晴らしかったですし、まあ、あれはもう、福森のボールが半分ゴール決まってるようなもんだと思うんで、5割福森のゴールかな、みたいな感じでしたけどね。まあ、でもガブリエルのもよく詰めたしね、まあ、あれは対処するの難しいと思うわ。いかに清水といえども。で、ただ清水も黙ってはいないわけでして、前半半分行く前にもう修正が、入りましたよね。これ早かったね。やっぱこの修正力の高さ、ベンチがこの、チームっていうか選手たちを、まあ、ピッチ内のチームを選手を支えるっていうのも、今年の清水の強さの秘密ではあると思うんですけども、まあ、一気に3バックに変更したと。まあ、やっぱ原がいる以上、原を中に入れれば3バック作れますよね。うん。で、こうして、で、ちょっとね、この試合は、矢島が右のウィングバックやってましたかね。うん。で、ここは山原になって、でちょっとね、2トップ気味だった気がする。532というか。うん。で、カルリーニョジュニオが中に、カルリーニョジュニオ、言えたか。言えたな。俺めっちゃ噛むんだけど、カルリーニョジュニオ。カルリーニョジュニオが中に入り、宮本眼科気味だったかな、確か。忘れちゃったけど、宮、まあ、なんせこの3枚組むみたいな、はい、感じだったかなと思います。まあ、これによって、かなりこの、まあ、安定はもたらされたかなと。まあ、343じゃなかったらちょっと意外だったけど、まあ、やっぱりこのミラーゲームにするのかなと思ってたんですが、まあ、でもやっぱセットプレーを取られることは結構減りましたし、かなり落ち着いたのかなっていう、感じはしましたね。で、今までは、やっぱね、清水って、わざとこう、ミラーゲーム的な感じで挑んで、個の力で相手を無理やり、強引に打開するみたいなこともやってるんですけども、フリエって、やっぱり去年まで J1 にいたっていうのもあるし、選手とかなり熱いので、そこれができない相手なんですよね。だから、こういう時に、清水はどうなるのかという状況、まあ、やっぱ、膠着するよなっていう試合展開でしたよね。まあ、でも、後半に行きまして、まあ、後半勝負かけてくるかなと思って、まあ、後半に勝負かければ清水ってやっぱりこの後半かなり点取ってると思うんで、で交代はなかったんですけども、やっぱちょっと3-4-3気味になってたよね。カルリーノスジュニオは左のシャドウに入ってたと思います。はい。で、まあ、ミラーゲーム化して、でかなり清水が最初落ち込んでたと思うんですけども、結構フリエは撤退することが多くなったし、でさらに乾とか入ってきたし、松崎も入ったし、あとは北爪か、矢島がね、右のウィングバック入ってたんで、そこ本職北爪にしたみたいなのもあったと思うのよ。ただし、フリエの守備強度ね、なかなか落ちなかったっていうのが、あるし、ユーリ・ララとかさ、めちゃくちゃこう、奪う能力高かったし、3センターバックもかなり強固だったんですよね。うん、本当になかなか、硬いな、という感じだったし。で、なおかつ、ちょっと、松崎も、乾もですけど、ちょっと、これ、解説の方も、リータ・ドアレイさんかも言ってたけど、やっぱ、足元バッカーみたいな感じだったからね、結構、やっぱ、裏に走る選手がいなくなっちゃって、結構、降りたがりで、なんですよね。ボールを欲しがるから、結構、降りてくるわけですけど、カルリーニョスがいたら、結構、その辺は、片方降りたら片方残ってみたいなことやってるんですけど、またちょっと、この辺は柔軟じゃなかったし、北側しか前に残ってなくて、北側もね、毎回毎回、この裏にスプリントできるわけじゃないので、まあ、ちょっと、こう、膠着したかなっていう感じでしたかね。で、まあ、セットプレイしかないな、みたいな。チャンスあるとしたらセットプレイかなっていう状況だったんですけど、そのセットプレイは、相手のゴールキーパーの、市川かなのセーブがあって止められてしまうと。これやっぱでかかったですね、このセービング。ここで1点取られたら、フリエとしてもちょっときつかったかなと思うけどね。で、あと、ちょっと1個交代がありましたよね、重要なやつ。75分、原と、宮本に代わりまして、西澤と歓喜が入ったと。要はこれ、ボランチ、プラス、センターバックないし、サイドバックに変えて、アタッカー2枚入れるわけですから、絶対、フォーメーションの変更が
あるわけですよね。で、これどうな変わるのかなと思ったら、イヌイがちょっとボランチというか、トップ下気味になってましたね。4-1-3-2みたいな感じか。まあ、やっぱでもこれあくまで、意図はわかる。あくまで選手の力を信じると。選手やりやすいようにやらせるみたいな感じだよね、要はね。そう。やっぱ中央突破ですよね。中央にクオリティ高い選手を置いてみたいな感じだったんじゃないかなと思います。ただし、これが結局は不発に終わってしまうという感じなのかな。まあ、フリエも5-4のブロック、ほんと締めて、封鎖してきたと思うのと、やっぱ中央突破もちろんやっても、ね、全然いいんですよ。全然いいんだけど、中央突破やるにしても、まあ、ちょっとこの日、ちょっともったいなかったのは、このサイトの高い位置に誰もいなくなってしまったことだよね。これはやっぱりちょっともったいなかったですよね。これは、もしここにね、サイドバックが高い位置上がれていたらば、ウィングバック押し込めて、まあ、後ろにスペース、自分たちの自陣の方にスペース作ることができるし、こっちに入った時に、あってたら絶対絞ってくるから、この裏のパスがこうね、あるわけですから、やっぱちょっと脅威があるんですよね。で、このマイナス、ほんと深い位置からのこのマイナスのクロスっていうのはやっぱ相手としてはすごく対処難しいんですけど、こっからのクロスって多分ほぼなかったと思うのよ。だからやっぱり、サイドバックの位置が、スタート位置が低すぎることによって、ここに入ってもちょっと上がっていくタイミングが遅すぎて間に合わないみたいな、裏取れないみたいな状況だったと思うから、ちょっとこれはやっぱり、清水としては、逆にこのフォーメーションに慣れてないことが、招いてしまった、あれなのかなっていう感じは、したっすかね。そう。で、非常に、まあ、フリエとしては前向きに守備できるし、自分の視野の中で守備が、できるっていう感じだったから、結構やりやすかったんじゃないかなって、思った、ですかね。まあ、本当にやっぱ清水としてはやっぱ結構膠着状態が目立ってしまった。長かった。まあ、ミドルサード時点でこういうことがたくさん起こっていて、まあ、ファイナルサードね、アタッキングサードまで入ったらあんまりそういったことはなかったんですけども、やっぱりこれの時間がちょっと長かったっていうのは、まあ、試合が膠着してしまった原因なのかなと。で、逆にフリエとしては結構こう引きすぎかなとは思いましたけども、まあ、よくしのいだなと思うし、ガブリエル、カプリーニ、すごかったですね。特にカプリーニめちゃくちゃ気合入ってたし、なんか、もう、ボール切れるたんびにね、サポーターにこう、胸叩いてさ、もっと盛り上げるみたいな感じで出たから、やっぱこの試合にかける思い、かなり強かったんだろうなと、めちゃくちゃ守備頑張ってました。まあ、やっぱチームとしてこの守備が、うまくできていて、まあ、やっぱりね、J2 甘くねえなっていうのをやっぱちょっとみんな感じた試合だったかなと思いますね。これさ、フリエ、長崎、清水エスパルス、どこがさ、2位に入るのかすごく難しい状況になってきましたね。でもまだまだ全然わかんないなっていう感じですかね。はい、非常に J2 面白いですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。今週の J2 特集はこんな感じだったんですけど、まあミッドウィークちょっとルヴァンとかあるんで、まあルヴァンちょっとあるからちょっと今週はね忙しいんですけど、まあさすがにそろそろ山口とかさ、レノファ山口と岩木 FC とかやっぱすげえ強いから、ちょっと特集したいなと思うんですけど、まあ来週ちょっとミッドウィークの試合がないんで、まあ来週できればなっていう感じですかね。またお楽しみにしてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャオバイバイ。